これさ、左のさ、寿司屋さん、餃子バー、餃子バーです。行きますよ、入っていい？ここすごい餃子っぽくない？でもちょっとわかる、水餃子っぽい。ふわとろチーズ餃子はちみつ添え、なんてもうまいの。月見餃子とネギまみれ餃子と普通の焼き餃子、幸せの笑顔。やばいね、いただきます。やばい、熱ついちゃった。うん、ほんまに。あ、待って、もう、ほんとだ。大丈夫、もうこれ。ネギまみれ、このまま。ここです。これいいよ。これね、めっちゃいいよ。あ、いいの？うん。今日つけてきたのさ、朝。買うの？これ。すごい、63% くらい。かわいい。かわいいね。でもね、寝てるのかわいい。2度目のシーン購入品とドンキホーテでいろいろ購入してきたので、そちらを紹介していきたいと思います。ではシーンの購入品からいきたいと思います。まず1着目がこちらの T シャツになります。こちらに商品出しとくんですけど、こんな感じで虎のマークがついていてロゴが入っているシンプルな T シャツになります。で、袖ももう5分丈7分ぐらいあるもので、ラテ系の色になっています。あんまりこういう色見たことなくて、こういったもので入ってくるので、やっぱシワはついているので、スチームアイロンとかで、アイロンがけしてあげてから着ていただけるといいかなと思います。では続いて、2着目になります。こちらが、はい、2着目を着てきました。こんな感じのピンクの、真っピンクの、トップスになります。この素材が、ちょっと見たらわかるんですけど、生地が薄いものになっています。着てみるとそんなに透けるとかいう心配はないですね。こんな感じでトップスでした。後から全身コーディネートした動画も貼り付けるので、そちらを見ていただけると嬉しいです。次に雑貨とかダイエット用品をちょっとシーンで買ってみたので紹介していきます。こちらの足の
をマッサージする、ローラーになります。これで、膝をこういう風に、こんな感じでマッサージするっていう感じですね。まあ、これは、まあ、ボディクリームをつけた足にやることをお勧めするんですが、このゴロゴロの4つついてるのとかの方が、やっぱり足の範囲を全部うまく囲ってくれるので、これがいいかなと思ってこちらにしました。次のダイエットの用品がこちらのヨガマットとかに効く滑り止め防止のパッドになります。これはプランクとかするときに肘をつくじゃないですか。そういったときに私すっごい滑るんですよね。なので、こういったときとか、まあ本当にいろんなところ、部位に膝だったり肘だったり、意外とこういうものってあんまりなかったのですごく画期的だなと思って。で、続いてが、うさ耳のヘアバンドを購入しました。ヘアバンド持ってなかったので、私は無難に灰色にピンクの耳のうさぎにしました。次、唯一アクセサリーになるんですけど、ブレスレットを購入しました。こういった感じの、すごい、微重がついているものになります。で、こういう風な感じで開くんですけど、シルバーの微重がついていて、ゴールドの縁で囲まれているって感じなので、切れ目の格好でも使えるし、その微重がそこまで主張してるっていうわけではないので、カジュアルな格好でも使えるかなと思います。次に、シーン最後になるんですけど、こちらのシューズクリーナー、スニーカーとか白いスニーカーになると結構黒い汚れとか目立つと思うんですけど、それをこれで擦ると消えるよっていう商品らしいんですけど、まだ私は使っていないので、ちょっと後で、私真っ白の靴をこの前購入したので、そちらの動画も載せたいと思います。次はドンキホーテで購入した商品を紹介していきたいと思います。まず一つ目がこちらの休息時間ですね。こちらは私初めて今回買ってみたんですけど、すごく私、まあ、むくみもあったりとか立ち仕事が多い日が結構あるので、そういった時に使いたいなと思って助っ人としてこちらを購入しました。ドンキホーテで 66% オフぐらいになっていましたね。二つ目が、こちらの、アルミックヘアミルクっていう商品になります。出してみるとこんな感じでした。私の前使っていたヘアミルク、こちらの商品とちょっと似ているんですが、すごい安く、600円ぐらいだったかな、のお値段で買えて、まあ内容量も 100ml と少ないんですが、効果がどれぐらい違うのかちょっと楽しみです。と、あとは、こちらの、匂いの素を固めて流す口内ケアっていうマウスウォッシュを買ってきました。歯磨きとかの磨き残しもお口に含んで吐き出すとすごい、まあ汚れが出てくるよみたいな商品になっています。私は今回レモンとライムミントがすごいなくなってたので人気かなって思うんですけど、こちらを購入してみたので、ちょっと早速今度やってみたいと思います。次が、私が愛用していたんですけど、なくなったのでこちらを買ってきました。お尻のボディーソープになります。黒ずみざらつきブツブツとかに効く角質ケアと保湿ケアが両方できるよっていうものになってて、こちらをそのまんまお尻に当てて こすって使うっていうものになります。デスクワークや下着の摩擦とか、あと締め付けによって角質が溜まりやすいところっていうので、やっぱりこういう見えないところも綺麗にしていきたいなと思って、まあ良かったので、こちらを買ってきました。で、今回、クレンジングウォーターも買っていたんですが、紹介し忘れたので紹介します。コットンとかで拭き取り用のクレンジングになっています。で、エクステオケ低刺激処方で5種類の保湿成分配合オイルフリーということで、毛穴くすみメイク汚れにいいっていうものになります。これ昨日夜使ってみたんですけど、結構落ちます。バッチリメイクしてたんですけど、安かったのでちょっと半信半疑で買ってみたんですが、想像以上に良かったです。やっぱりクレンジング本当にめんどくさいとか、本当に疲れて帰ってきた時とかは、私はこれでコットンにこれを浸して、メイクを落として寝るっていう感じの過ごし方をしています。
はい、っていうことでこの紹介でした。この靴なんですが、こことここに汚れがあるのでこれで取っていきたいと思います。でも取れる、パパッとやってみたんですけど、さっきやったこことここはなくなってます。すごい。あともうちょっとやったら全然取れるかなと思います。はい、って感じでした。上が T シャツシーンで購入したものを着ています。で、私的にはこんな感じで、まあ、今ちょっと肌寒いのもあるのでベストを着てあげて、164センチの私で出すと丈がこんな感じです。さっきと同じ黒のベスト風に着ています。で、バッグはピンクのバッグを持って、この中のピンクとこのピンクを合わせて、あとはオールブラックにするのが私は好きで、この格好を気に入っています。で、暑かったら素材も柔らかいので腕まくりしてみてもいいかなと思います。こんな感じのコーディネートでした。いただきます。今から就活のグループディスカッション講座があるので参加していきたいと思います。